男子と女子が同じ舞台で戦う、女子が男子を倒す姿を見に来てほしいなと思います。こうボールのないところでの格闘技という言われる部分、そういうものもやっぱ水球の一つの魅力でもあるんで。さあ、それでは次のトピックに移りましょう。ここでは2人のプライベートについて伺っていきたいと思います。まず新井選手は今年5月までギリシャで生活されていたと思うんですけれども、実際に現地でのこの生活っていうのはいかがでしたか？水球が中心のやっぱ生活なんですけど、はい、やっぱり日本よりもこう時間がある生活だったんで、はい、あとギリシャの人たちも結構ゆっくり生活してる、時間にルーズだったりとか、はい、そういうイメージがあったんで、なんか日本に帰ってきて結構時間に追われるというか、はい、せかせかしてるなっていうイメージはあります。特に不便なこととか困ったことっていうのはなかったですか？そうですね、基本的にそのギリシャの料理も美味しかったですし、そこに関しては不便はなかったです。はい、強いチームいろんなところあると思うんですけど、はい、どうしてそのギリシャのチーム選ばれたんですか？はい、ギリシャ代表は東京オリンピックでも銀メダルだったし、あとはその他のチームと比べて、はい、そのギリシャ代表っていうのは、まあ、平均身長も高くない、まあ、90ちょいぐらい、2、3なんで、その他のセルビアとかハンガリーとかだともう本当2メーターぐらいの身長の中で、ギリシャ代表はヨーロッパの中でもちっちゃい中で、パスとそのシュートの正確性でトップを取れるようなチームなので、そういう国に行ってその技術を学びたいっていうのと、あとはこうジュニア期、その小学生とかがどんなトレーニングをしてるのかなとか、そういうのも興味ありましたし、はい、だからそういうのも見れただけでギリシャに行った価値はあったかなっていうふうに思います。そっか、すごいですね。自分の今の現状だけではなくて、子どもたちのその指導というか、はい、そういうの、はい、あ、面白い、ありがとうございます。倉持選手、ボートレースいろんなところであると思うんですけれども、はい、そういう生活で水球の時とまた全然違ったものだと思うんですけど、その辺はいかがですか？いや、もう全然違いますね、やっぱり。でも似てるのは、水球自体も高校生活が寮生活だったので、はい、まあ、そのみんなと寮で過ごす、はい、今もボートレースもその参加選手みんなで寮で過ごすので、そういう部分は似てるかなと思うんですけど、うん、まあ、私も大人になったのでプライベートは全然変わってきました、はい、そうですよね、はい、そのプライベートのところを聞いていきたいなと思うんですけれども、倉持選手はプライベートで絵を描いているですか？何の絵描いてるんですか？私、水彩画が好きで、水彩画がもう本当に小学校で使うやつなんですけど、はい、夜中にこう描くのがすごい好きでなんかそう、始めたきっかけが動物愛護のチャリティーのポストカードを描いてほしいって言われたのが始まりなんですけど、なんか割と好評だったのでまあ暇な時に描いてたんですけど、今は最近は全然、はい、ってことはでもそもそもなんだろう、そういう才能を皆さんご存知でそういうチャリティーの頼まれたんですか？どうなんですかね、まあ、分かってたのかもしれないいや本当にそんな上手なものでもないんですけど、好きだったので、うん、はい、それ新井選手ご存知でした？知らないです。知らないの知らない。高校時代に何かこう書いてたとか、高校時代に書いてた、降りてくるんです、降りてくるゾーンに入ってゾーンね、ゾーンに入る、はい、めちゃめちゃ面白いんですけど、はい、先ほど VTR に出演されていた加藤監督の似顔絵をもう突然で大変申し訳ないんですけれども描いていただくことってできますか？できますか？
いや俺は書かないけどね。私だけ、新井選手はあの得意って一言もおっしゃってないんですけど、ぜひ一緒に書いていただければなと思うんですけれども、よろしいですか。いや、まあ、いいですか。書きます。じゃあぜひちょっとお願いします、はいはい、でも本当突然で申し訳ないんですが、そして水彩画でもないですが、はい、ぜひお願いします。はい、お二人とも優しいですね。これは突然こんなん書いてもらえるもんなんですね。制限時間どれぐらいですか。もうできるだけ早くお願いします。え、何、なんか早くね、なんか悩むとかないんですね。なんか輪郭は、いや、倉内選手の絵はそれは大丈夫なのかな。これやばいぞ。これ絶対怒られるぞ俺。絶対加藤監督これご覧になられると思うんで、はい、これは険しい感じで誰が見ても加藤先生です。完成ですか。早い。え、あ、なんかこんな優しそうじゃねえぞ。マイクついてます。あ完成ですか。はい、ではお二人一緒に、じゃあせーので出していただいてもよろしいですか、はい、せーのこれは、これはどうしてもこのマークつけたがっちゃう。そこはすごい共通してますね。これあのまずちょっとあのお互いの絵を見ていかがですか。まず倉持選手いかがですか。なんか分からなくはないです。あのいい、ここのここの角張り方がいい。ここでしょ。そんな丸くないから。そうなんやな、なんか卵っぽいけどキャラクターみたいな。どうですか新井選手、あのご覧になられて。あ、もう鼻とここら辺がもうそのまま。目もね、目もね、うん、さっきじっくり見てた先生の。めっちゃ早かったですけどね、もうかけ始めさらっといかれましたけど、あのまずは倉持選手、この似顔絵こだわりのポイント。やっぱ加藤先生といえば、はい、花ですよ。花、はい、お花がやっぱり特徴的でポイントポイントで、あとは、うん、やっぱこのマークですかね。それなんか久しぶりに絵で描いてる人見ました。やっぱりこれがチャームポイントです。チャームポイント、はい、そして新井選手はいかがですか、その絵の中でのポイントっていうのは。まあこの髪の髪というかこの顔の形、はい、と、あとはまあサングラスをよくかけてたんで夏は、はい、ですね。ちょっと鼻がチャームポイントなんですけど、はい、ちょっとチャームにしすぎた、可愛くしすぎた。ちょっと足していいよ。なんか足したら、足したらこれ結構似てると思う。ちょっとぜひいいですか、はい、ほらなんかだいぶ似てきましたね。そのまま寄ってきた感じですよね。そう、なるほど、鼻がチャームポイント。そうですね。でそのもうマークは絶対、もう絶対マストで、はい、なんかつけるもんなんだね。これあの加藤先生ご覧になられると思うんですけども、はい、この絵見てどのように感じられるかっていうのはもう喜ぶと思います。まあ教え子が描いた似顔絵は多分喜ぶと思う。そうですよね。こうよくこう見ない中で2人のこの頭の中にあるイメージで描いていただきましたけど、これだけ似るとは思っていませんでした、はい、ありがとうございます。面白かったです。ありがとうございます、そして話は変わるんですけれども、新井選手は以前配信の番組で共演された方との、はい、恋の噂などもありましたが、はい、突然似顔絵からポーンと話が飛びましたが、はい、最近はあのいかがですか。いや、ないですね、そこまで。まあそのまあ、ギリシャにいたっていうこともあったんで、はい、なんか聞いといてすいません。いや私今日この話だけを聞きに来たんです。本当ですか。もう深掘りしようと思って。あ、じゃあなんかあの聞きたいことがあったらせっかくなので。いや、聞きたいことというか、はいはい、昔から本当にシャイっていうか、多分女の子苦手なんかな。でもあ、それについては変わってるから。もう得意得意ではないけど、その高校時代の新井敦史と一緒に、はい、思っておかない方がいい。もう安心しました。もうなら言うことないです。はい、なかなかそれを堂々と言う選手そうですね、珍しいと思うんですけど、リリの中でこう
僕の記憶が止まってるのであればそれは違うよっていう。なるほど、なるほど、はい、恋愛がこうアスリートに与える影響っていうのはあるんですか？あると思います。まあ僕は結構いい方に行くのかなって思ってて、そのモチベーションっていうものもやっぱりなんか誰かと一緒にとか、はい、誰かが応援近くで応援してくれる人がいると頑張れるっていうのも多分ですけど、はい、まあ、今のところないんでわかんないですけど、多分あると思うんで、それに関しては結構メリットというか、うん、もうあるんじゃないかなとは思います。じゃあちょっと世界水泳も近づいてるん で、あの早めに恋愛を取り入れていただいた方がモチベーションが上がるって、ね、はい、練習するより手っ取り早い。いやいや。そうか、でも合宿とかもお忙しいですし、そうですね、はい、なかなか大変ですよね、はい、もう倉持選手も考え方としては同じような感じですか？うん、と思いますね。多分ほとんどの人がやっぱりそうなんじゃないですかね。応援してくれるとか思うだけでやっぱりモチベーションも変わるし、はい、ありがとうございます。素敵なプライベート話。ちょっとあの新井選手申し訳ない感じになってしまいましたけれども、全然全然、はい、ありがとうございます。それではですね、寂しいですが最後のテーマに移っていきたいと思います。この水球もボートレースもやっぱり結果が求められるものだと思うので、この一瞬にかける思いっていうのは共通する部分もあるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、このそれぞれの競技で視聴者の皆さんにこうどのような瞬間を見ていただきたいと思っていらっしゃるか教えていただきたいんですけれども、まずは新井選手いかがですか？と、水球は水中である唯一のボールゲームでもあるので、その水中の格闘技って言われてるんですけど、はい、まずはボールゲームの点数が入る瞬間とかそういうものに注目してほしいなっていうのはあります。で、まあ、次にこうボールのないところでのやっぱその格闘技という言われる部分、つかみ合いだったりとかそういうものもやっぱ水球の一つの魅力でもあるんで、そういうところも注目してもらえるとボールがないところでも何やってんだろうって思ったりするので、結構目も忙しくなる感じ にはなるんですけど、その中で点を取っていくっていうのがやっぱり水球の魅力かなと思うので、うん、ぜひそこを見てほしいなというふうに思います。じゃあもうボールを追いかけつつ周りもいろいろ見ていくっていうところがポイントということですね、はい、ありがとうございます、はい、そして倉持選手はボートレースでどのような瞬間を見てほしいですか？そうですね、私が一番魅力に感じるのはやっぱり男子と女子が同じ舞台で戦うこと、はい、なので他のスポーツで男女一緒に戦うことってあまりないと思うんですけど、そうですね、ボートレースはやっぱり男女が、はいはい、平等に戦うので、まあ、女子が男子を倒す姿を見に来てほしいなと思います。今一番目力強かったですねそのボートレースと世界水泳両方ともね、この期待が高まってくると思います。いろんなところでそういう部分注目して見ていきたいなと思います。さあ最後に重要な試合を控えているお二人からファンの皆さんにメッセージをいただきたいと思いますが、まずは倉持選手お願いします。はい、これからも一層一層と一生懸命頑張りますので、ぜひ本庄へ来て応援してください。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。では新井選手お願いします。はい、7月に行われる、世界水泳、おそらく、日本で開催されることはもう当分ないと思いますので、ぜひ水球の方の応援をよろしくお願いします。で、水球以外にも、競泳だったり、アーティスティックだったり飛び込みだったりオープンウォーターだったりっていう競技もあるので、そちらの方も、まあ、一番は水球を見てほしいですけど全部を応援していただけたら嬉しいなというふうに思います。応援よろしくお願いします。素晴らしい、ありがとうございます。新井選手が出場される世界水泳と、そして倉本選手がこれから挑戦されるレースを楽しみにしていたいと思います。お二人とも体にぜひ気をつけて頑張ってください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。